はい、こんにちは。スクエアテのめちゃんとベラちゃんです。ということで今日は、メキシコ人のメキシコ人の家族ね、家族に、ちょっとお菓子、日本のお菓子を、焼肉屋さん太郎だって。いや、美味しそうね。ね、でこれを無理やり食べさせて、リアクションを見たいと思います。食べたことあるブロ？食べたことない。ない。食べたことないけど、名前で多分美味しいと思う。今日の生贄たちは名前聞いてない。バレンティン。バレンティンさん。マイレリさん。Esto va a saber feo. Una prueba. ¿Qué tal que se sabe rico? Ay, vale, que lo quiero. Ah, ok, tú primero. Ay, está rico, ¿eh? Pues sí. Está rico. ¿Es de? Sí. Hoy sí. Este sí me gustó. No, ¿eh? Vas a venir a traer esta para allá. Este sí me gustó.美味しいって。美味しい。来られたらね、わさび。みんな嫌いだったね。もうね、みんなね、もう俺のこと信じてくれない。もう食べてるよ。見て。ese no. No, ajá, está más pasable. 美味しくないけど。美味しくないの。また食べる。昨日のよりはマシ。そうそう、マシ。じゃあもう一個ね、多分嫌いなやつあげる。これのし梅さん。梅さん。のし梅さん、これ超有名。これはね、多分嫌い。たぶんこれは嫌いだった。ダメかもしれない。おい、está fuerte。トマジョレロ está fuerte。ああ、匂いだけでめっちゃ強い。I'm not gonna like it。ちょっとしか出ない。No.超まずい。ペガメント、何て言うか、なんか、レジストール、あ、イングロード。どうして、グスト？パサ。ノー、ほら、みんな、パサ。ママ、オッケー。はい、ということで、メキシコ人の家族に、のし梅さんとか、のりなんだっけ、子供のお菓子をあげたら、どんな反応でしたっていう動画でした。ということで、いいな、面白いね。すごいね、いい反応だったね。いい反応だった。はい、ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントも忘れないでください。はい、アディオスアミゴス。